面接官に前原さん今の話聞いてどう思いましたかって言われたらもう罪じゃんと思ってありきたりな中理由を言ってしまって1回か2回ボッコボコにされる経験はマジで大事だと思うどうも、しゅんです。こんにちは。ということでですね、今回は就活の失敗談をテーマに皆さんにお話しいただけたらなと思うんですけど、皆さんの経験を通じてこれを見てる人が未然に防げたりとか、こういうことをやっておけばよかったなみたいな話も聞けたらなと思ってます。就職活動もしくは大学生活でもいいんですけど、失敗したなっていうこととかってありますか？就職に関する失敗とかで言うと2つあって、1個目はエントリーとか締め切りを忘れてしまうというか、これ2時もあるからいいでしょうとか思ったら、あれ締め切られてたみたいな。あと面接とか決められるというか、なんか本当にそれやりたいことなのみたいな、こうやって来た時に返せるように OB の方とかと詰めてもらってはすごい良かったかなみたいな。ある程度想定職っていうんですかね、こういう話したらこういうとこ返ってくるんだろうなっていうのを想定しとかないと、急に来た時に何も返せなくなっちゃう時があるから、質問とかをもうちょっと考えておく、どけばよかったなって思います。本当に思ってることだったら答えれる気もするんでね、気持ちが本当かどうかみたいなところを問い続けるっていうのも大事かもしれないですね。でもなんかその本音を言っちゃったら相手引かないかなとか、理解してくれないだろうなっていう気持ちもやっぱりあるから、なんかそこの加減はちょっと難しいなと思いますけど、個人的にはもう前原さんの前原さんらしく言ってほしいなと思いますけどね。本当ですか？だって入社してから大変になるよ絶対。確かにそれはそうですね、私基本実生活でも人の話あんま聞かなくて、集団面接とか喋るのが長かったりしたら飽きちゃうじゃん。その時に考え事に集中しちゃってやばいみたいな感じの時とかあるから、例えばさ、面接官に前原さん今の話聞いてどう思いましたかって言われたらもう罪じゃんと思って、それからは人の話に頭の中でチロップつけたり、そういう風に工夫したりする。いやでもめっちゃわかるわそれは。どうしてるかな、そういう時素直に言うかもしれない、ごめんなさいもう一回いいですかって聞いた方がいい。言えない時はもうははみたいな。水沢さんからなんか失敗ありますか？一回僕長期インターンの面接受けたことあるんですよ、その時にありきたりな中理由を言ってしまって、自分の言葉とか自分の感情でもうちょっと話した方が良かったかなって。一回か二回ボッコボコにされる経験はマジで大事だと思う。俺多分100回ぐらいされてるんだよそれ。就活の時もそうだし、就活を一旦休止して会社作ろうと思ってクラウドファンディングで石川県のお金持ちのおじさんたち一人ずつに当たった時期があるんだけど、毎回ボコボコにされるんだよね。だけどそれがあったから本音で全部いけないと、本当にやりたいことがないとやっていけないなっていう経験とかになるから、ボコボコにされるのはマジ大事かもね。自分の言葉で語るのってすごく難しくないですか？普段からいろいろ考えてないと出てこないですよね。まあはずですよね。自分の言葉で語るために気をつけてることってありますか？いろんな人の話を聞いて本当になんかそう思ってるように見えるかみたいなところを意識したりとかして、暗記するとかなくて重要なポイントだけ決めていて、で思いついたことをちゃんと言うようにすればなんか感情乗るかなみたいな、確かに友達と話してる感覚で面接官とも話せたら、もう素の自分だから、もう落とされようが受かろうもいいじゃん別に、その状態が理想ってことですよね。そうですね。初対面の人に素を見せるってなかなかできないですよね。リラックスしていいよとか言われるんですけど、でも朝の他人に自分のことを喋るときってやっぱりめちゃくちゃ緊張するし、どういう風に乗り越えてるんだろうとか、第一印象だからなんか元気よくあーみたいな感じで言ったりはするんですけど、基本的にそんな感じで普通に友達と話す感じで話すようにはしていて、経験っていうかなんか若手くんだけはなんかあんまり緊張しないかな。緊張します？緊張するけど緊張を楽しもうって思うようにしてますね。やっぱ自分の時間使って面接してるし、緊張とかしなさそうですけど。いや、確かにするんすよね、こう見えて。緊張はめちゃくちゃしてて、初対面の人の緊張と予想外のこと言われて詰められたらどうしようっていうの不安な緊張もあるなと思ってて、自分の引き出しって限られてるじゃないですか、予想外のこと来ても引き出しから言うしかないので、自分の持ってるものだけ戦うみたいな感じで言うしかないかなみたいな。これを見てる人へのアドバイスとしては、まあ、早いうちに経験した方がいいっていうですね。面接とか経験して一回残られても、そこの経験を糧にまた頑張るっていうようなことをやってれば、最終的に本選考とかの時に他の人よりも落ち着いたりとか、自分の言葉で話せる確率が高くなるっていうことですね。この動画少しでも参考になったら嬉しいです。ということでありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。
40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。